野です。何してるんですか。アイドルレスラーで、いや、あのこれにはいろいろ作戦がありまして、はい、弱くて許される存在、弱くて許されるものは、はい、あのお笑い系のレスラーで、でもお笑いってやっぱ難しいじゃないですか、はいはい、弱くて残り許される選択肢がアイドルしかなかった、はい、消去法で選んだアイドルなんですか。なのでアイドルレスラーだから弱くても仕方ない、はい、ドロップキック的なことはができないので、はい、足を踏みます。今テイクドロップキックだと思っていただければ。ヘリこれ太田のプロレス完結ですか。お前一旦第1部完結、俺たちの冒険はこれからだ、すごいアイドルレスラーが待ってるとは思ってなかったのですごいびっくりしました。